耳でも美味しい塩対応レシピ。今日は和風玄米リゾットを紹介します。別にお前のためじゃない、ただ単純に俺が食べたいだけ。鮭は半分に切り、だし汁と袋に入れて冷蔵庫に1時間置きます。え、その1時間かまってくれって何言ってんだよ。桜エビは空入りして、しめじはほぐし、ほうれん草、えのきを切ります。ドジなんだから指を切ったりするなよ。豆乳、水、鶏ガラスープと玄米ご飯、きのこを入れ中火にかけます。沸騰直前で弱火にし20分。お前と俺の関係のように煮詰まってきたって？バカ言うな。豆乳を入れて煮詰めたのは味にコクが増して余計に味付けをしなくて済むからさ。オリーブオイルを熱して鮭の両面をこんがり焼いていきます。え？早く食べたいって？まったく鮭よりも世話が焼けるぜ。器に盛り合わせ、桜エビを乗せて出来上がりです。体に優しい減塩レシピ、これでずっと健康でいられるな。勘違いするなよ。余計な心配をせずに、俺が健やかな気持ちでいたいだけ。あなたのために塩対応。明治安田は国立循環器病研究センターとともに減塩レシピの紹介など循環器病の啓発活動に取り組んでいます。レシピのおさらい、これがあれば俺がいなくても作れるだろう。明治安田。